MC ワークス TV。 いつも WC ワークス TV をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしています。今日はですね、前回に引き続きルームクリーニングの動画をお送りします。で、今日はですね、ルームクリーニングの汚れを出す、そして汚れを取るに続く汚れを拭く工程になりますので、ぜひですねチェックしていただければと思います。というわけで今日のテーマはこちら、ルームクリーニングの仕上げ、残った汚れを拭き取ろう。今日主に使う道具なんですが、マイクロファイバークロスですね、これだけです。シンプルで、このクロスを、水拭きになるので、水につけて、で水を絞って水拭きをします。でですね、内装用のクリーナーとかもあるんですが、それは後々紹介するとして、とりあえず基本はもう水拭きで十分なので、今日はその紹介をしたいと思います。拭く時のポイントなんですが一つだけです、それは必ずですね、固く水を絞ってください、水がですね残っていると、こう拭き上げた時にですね、綺麗なトリムとかの場合はですね、ボディと一緒で拭き残しみたいな感じになってしまって、乾いた後にその残った筋が出てきたりすることがあるので、しっかりと絞ってから拭くようにしてください。で、拭き上げを行う場所なんですが、もうフロア以外は全てって言っていいぐらいいろんなところを拭きます。で、もちろんですね、こういった、インパネとかですね、ハンドル周りはもちろんですし、シフト周りやこの辺のスイッチのところ、あとはですね、シートですね、シートが革であろうが、ファブリックであろうが、どちらの生地でも拭いても問題ありませんし、そちらの方がですねシートもスッキリするので、ぜひですね拭いてあげていただけたらと思います。ではやっていきます。ここでですね、拭き上げで汚れがたまりやすいポイントをお伝えしたいと思います。まずはですね、こういうエアコンの吹き出し口ですね、こういうところっていうのはゴミがたまってやすいポイントです。あとはこのハンドルと、メーターの隙間ですね。で、ここは車によってはこんな感じでこうずらしてですね出せるので、そうするとこうやって汚れがよくわかりますね。ここも汚れ拭き上げのポイントになる場所ですね。で、あとはドアポケットですよね、こういうところ、ここ掃除機と一緒なんですけど、あとはこのスイッチのこういう根元ですよね、こういうところも汚れてることが多いので、こういった場所ですとか、あとはですね、特に運転席に多いんですけど、乗り降りの際にですね、こう足が当たることが多い、こういったところっていうのは汚れてることが多いので、ちょっと意識して拭いてみていただければと思います。あとはですね、こういうシートのボタンというかレバー首の周りですね、こういったところもよく汚れていることが多いので、意識してみていただければと思います。あとはですね、こういったウインカーやワイパーのレバーですね、その周りも汚れていることが多いです。それでですね、
まあ、クロスだけだとどうしてもこういったあのエアコンの引き出し口ですとかこういう細かいところっていうのはどうしてもクロスだと届かない部分が出てきてですね、そこだけ届かない部分だけ汚れが残ってしまって逆に目立ってしまうっていうことがあるんですけど、そういうところにはですねこういう綿棒を使うと作業がとてもしやすいのでおすすめです。で、使い方は先をですね湿らせて拭いていただければ OK です。もうこんな感じで濡らした綿棒をこういう感じですね、こう隙間に沿わせて汚れを取っていくっていうような感じですね。おすすめです。で、まあ一通り拭き上げが終わると一応ですね、まあブラッシングで汚れを出して、で掃除機で汚れを取って、で拭いて、でルームクリーニングは完成になるんですが、さらにですね一つ上の仕上がりをお求めの方はですね、この拭き上げの後にザーマジックをあの内装にもですね使っていただくと、ツヤとかですね光沢が出て、で汚れにもツヤくなりますし、光からも守ってくれますし、手触りもですね良くなるのでとってもおすすめです。ぜひ、一度試してみていただければと思います。ということで今日はルームクリーニングの拭く工程をご紹介しました。拭き上げだけであればですね、比較的簡単に行えますし、ちょっとしたですね洗車のついでに定期的にやっておけばあの綺麗に保てますので、ぜひですね試していただければと思います。みんな知ってるか？ WC ワークス TV が電子書籍になったんだ。車を傷つけないことに徹底的にこだわった洗車方法を文章だけでなく画像や動画でも丁寧に解説している。自分の手で愛車をきれいに長く乗りたいと思っている洗車マンにぜひおすすめしたい内容になっている。動画概要欄に詳細情報を載せているから必ずチェックしてみてほしい。魔法のコーティング剤、ザワンマジックもよろしく頼む。今日の WC クイズ。今日はですね、サービス問題です。今ですね、大人気の SUV なんですが、この SUV は何の略でしょうか？ SUV は何の略でしょうか？正解は動画概要欄の一番下に載せてます。それでは今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。 WC でした。バイ。